岩沢雄二は、日本の国際法学者。国際司法裁判所判事、東京大学名誉教授、学位は、法学博士。大阪市立大学法学部助教授、東京大学大学院総合文化研究科教授、東京大学大学院法学政治学研究科教授、自由研究役委員会委員長などを歴任した。2018年6月27日。 中央合同庁舎第六号館にて、法務大臣、上川陽子と東京と生まれ。日本語、英語、フランス語、ドイツ語を会する。東京都立国立高等学校卒、1973年4月、東京大学教養学部門下一類、入学、1977年3月同、大学法学部、第二類卒業。同年4月東京大学法学部助手。 1977年8月から1978年8月にかけてハーバード法科大学院修士課程に留学し、法学修士。1982年大阪市立大学法学部、助教授。1984年8月から1986年8月にかけてバージニア法科大学院博士課程に留学し、1997年1月、法学博士。 1991から93年、ケンブリッジ大学国際法研究所客員、研究員。1996年、東京大学大学院総合文化研究科助教授。1997年、教授。同年ケンブリッジ大学国際法研究所客員、研究員。2000年から1年ケンブリッジ大学国際法研究所客員研究員。 同大学チャーチルカレッジ客員フェロー。2005から18年東京大学大学院、法学政治学研究科教授。2015から16年、パリ第二大学客員研究員、2002年から2004年、国際連合専従問題常設フォーラム委員。2004年から2008年世界、貿易機関補助金常設専門家部会委員。 2005年から2007年法務省難民審査団余院2006年から2009年国際法協会日本支部理事2006年の市民的及び政治的権利に関する国際規約第25回定約国会合において自由権規約委員会の委員に選出され2007年1月に就任した2009年3月からは委員長を務めた 2010年9月2日の第29回定約国会合で最多票を得て委員に再選され、2011年から2014年まで2期目を務めた。ハーク国際法アカデミー講師、アジア開発銀行行政裁判所裁判官、世界貿易機関補助金常設専門家部会員、法務省難民審査参与員、難民受け入れ問題に関する内閣官房の有識者会議である。 第三国定住に関する有識者会議の座長などを歴任した。2018年、日本政府より、大和田常の退任に伴う国際司法裁判所裁判官に追挙されて裁判官補欠選挙に立候補し、6月22日の国際連合総会及び国際連合安全保障理事会において選出された。これにより岩沢は、 お和田の残余人気となる2021年2月まで国際司法裁判所裁判官を務める国際法学会理事国際法協会日本支部理事単著協著。ありがとうございます